これをすると吉村先生が吉村先生が反射をしたと、でも反射がね、分かんない。でもいいとこまで食べて、私はもう中身いいとこだけ食べて、次もっといいとこのやつ探さな。
ご主人あ、すごいよ。桃太郎は手が大きいからこう、多分ここにしたらここが汚れるのも嫌だよ。ないで。ありえる。手に巻いた。これ3人やな。これ3人。あと1人どこ行ったやつな。死んだんちゃう。そんなことないやろ。殺さんといてはんねん。これ。これめっちゃ可愛いな。可愛いな。ゴリラでっかいな。みんなご飯食べてはるな。あれはお父さんちゃう。あれお母さん、あ、でもこれちっちゃいな、他のやつのが大きいで。これの赤ちゃんちゃう。な、これちょっとちっちゃめやな。これの赤ちゃんちゃう。一番ちっちゃい。な、見て食べてはる、手で。ほんまや、食べてはるな。この中にある。ほんまや、こっち見てんだよ、ちゃん。3人。見てんの。あと一人や。あと一人いへんの。あと一人。え、トライトに釣ってたよね。どの人か分からへんけど、でもその人っぽいな、今のな、ちっちゃいし。これと、これがお父さんとお母さんで。これがパパとお母さん、うん、そうそう。で、ここが子供。これがもう一人子供。子供二人。子供で、パパ。こっちがお兄ちゃんで、こっちがお父さん。こっちが私。そうそう、弟。そしてお父さん。お兄ちゃん。で、パパとママ。で、パパとママ。そうそう、マイケで。じゃあ、あと一人は？あ、これ多分そうやな、金太郎っぽいな。うん、あ、なんか食べてあるわ、ほら。え、そうや。じゃあ、ちょっと。はい、ちょっと入れて。あ、もうパパで。あ、見つけた。あったー。あやん、こんなとこに僕としたことの深くやった。ね、そこ好きやね。今回みんなが物欲しそうに見えるね。ありがとうございます。お久しぶりです。 あれ以来ですね。さっきね、キャンプ持ってるのに言ってたら Thank you.
みかんと公平が読み込んだ QR でレポートを。